はい、どうも。戦略35ターン、戦況、北京攻略作戦、実行しております。北京の、航空部隊ほとんど撃破しました。残りはもう本当残りかすって感じですね。でも、まあ、余裕なのかなと思いつつ、実はここにロシア1に7部隊来てますね。でおそらくこのターンで北京に侵入してくるんじゃないかなと、英語の増援じゃないかなと思ってます。で、インドネシアに、14部隊ありますね。これに手を焼いてますね。だからここに戦力を振り向けたいっていうふうに思ってます。ただ、まあ、そこまで、まあ、強い部隊じゃないので、敵は、まあ、ちゃんと戦力を振り向ければ問題ないですけども。でね、あのね、ここですね、ヨーロッパに英語がいっぱいいるんですね。だから北京の後は、ヨーロッパ攻略作戦が提案されるでしょうが、ベルファースト22部隊でさらに増強してます。でこう見ると水中型艦隊もなんかいるってことは、海から攻めてくるということはここですね、大西洋で戦闘が起きそうです。だからなるべく早い段階で、ニューヨークに戦力を振り向けたい。間に合うかどうかで、さらに同時進行でキリマンジャロに、防衛部隊を送り込みたいと思ってます。ジャミトフの、ジムキャノン、ガンキャノンの部隊はここにいますけども、まあ向かわせますが、ただしばらく釘付けになるから、あの少ない戦力でいろんなことやっていかないといけないという感じです。よし、ではやってきますかね。じゃあ予算投入していきましょう。 MSMA 多めに、こんな感じで。開発なんかあったっけ。あ、ないね。あ、だから次のターンでまあいろいろ完成しますね。あ、これは楽しみにしておいてください。で特別プランなんかあったっけ。プレイするの久々だからね、特にないですね。よし、ではとりあえずもう一回、あ、この部隊ダメか。この部隊ですね、ちょっとおとりです。おとりへ向かわせたい。でここに、ハイザック3部隊、ミレア1部隊がいるんですけども、これはここに、でここ、1部隊いますね。これを倒しておきたいかなと思ってます。で、キリマンジャロに、防衛部隊を送ります。あとは、とりあえずをちょっと移動させますね。まあ、しばらく、エウゴが攻めてくるまでに余裕があると思うんですけども、ここかな、うん、マドラスの方にとりあえず送っておきます。だからあれだな、まあ、作っておかないとね、もうやったらにやったらめったら作る感じですね。うん、本当にとりあえず貧乏です何部隊作ればいいんだって感じで。ここでも使うかな。まあ多少多めに作っても問題ないと思うんですね。まあ使いますから。あとはここでも作っとくか。本当にだから、今回だから24部隊作る感じですね。はい、まあ、こんな感じにしておこうか。宇宙の状況は北京で釣り出そうと思ったが釣り出せませんでした。でオデッサでまた釣り出すかな。まあいいか、オデッサで釣り出してみるか。うまくいくかな。なんかもう宇宙には興味がないですよって感じなんですけど、まあ念のためね、まあ多少でも少しでも宇宙に送ってくるようであれば地上がその分だけ楽になるので、まあ、こういうことはやっておきたいかなと。こんな感じですかね。で今ここ1部隊ですね。もう少し待ってさらに釣り出す。ここグラナダに30部隊ありますね。まあこの間みたいに10部隊ずつ倒していければいいかなと思ってます。さあやってみようか。はい、インドネシア。戦闘を再開します。はい、で1部隊とりあえずがいますね。これはここに残しておいて倒されつつ、
時間を稼ぎます。この部隊でとりあえずが一部隊いるんですけど、これをまたこっち橋の方に送らせて時間を稼ぎたいと思ってます。ハイザックは撤退します。戦闘を中断します。よし、はい、増援来てるっぽいですね。まあ、どれから来たか見よう。さて戦闘を再開します。あ、いや来てない。あれ、あの7部隊どこ行ったんだ。完成したやつか。じゃあこう制圧しちゃおう。これガンダムです、おそらくね。でこいつもガンダム、初期型のガンダムか、まあ、プロトガンダムか、どっちか。はい、とりあえずとりあえずこう引き、なんだっけ、撤退させようかなと思ってます。できる限り撤退させて、あとアシマも7部隊かねって思ってますね。だからこの辺ちょっと面倒なんですけど、ちょっと時間かかるかもしれないけど、まあ時間かかってもいいや。アイザックは動かせづらいか。じゃあ100式、まあいいや、ここに置いておきましょう。ここ待機して食いつかないかなっていう。これかガンダム倒せるかな。このユニットはですね、水中にいるとの対空攻撃できないんですね、というなんか珍しい特徴を持ってるんですが、あ、 G3 ガンダムだ。G3 ガンダムですね。これも多分同じだと思う。これ連邦第一部だと結構強いんですけどね。でミデアは引き上げたい。ミデア引き上げたいです。こうできる限りどんどん引き上げていきます。このね、この辺のとりあえずなんかも引き上げて、ちょっとインドネシアの方で使いたいので。よし、ではどんどん倒していく。これどう倒せるかな。珍しいな、 G3 があるなんてな。いや、ほとんどボコボコだなこれね。まあ旧式だからな。戦争は人をよりよく生かすための必要悪です。そのために戦うのです。賢いこと言ってますけど。こうなんかティーネージャーっぽいね。実際ティーネージャーかな、サラって、出てこなければ死なずに済んだのに。まあ、中学生ぐらいってことはないと思うけど、高校生ぐらいの子かな。ここは一発勝負だ。結構なんか若い子多いんだよ。やっぱりこうアニメだからね。いただきだぜ。そう、原作はアニメですからね。動きも早い、やれるか。いけるでしょ、これはさすがにいけるでしょ。惜しいぞ。そんな直線的な動きではやられて当然だ。意外とシドルも可愛いかもしれない、こうセリフが。やられて当然だっていう。え、これは G3 ガンダムと、これガンダムだな、きっとな。この機体なら勝てる。お兄ちゃんを救うこともできる。ロザミアもやっぱり高校生ぐらいかな。なんかそんな印象がありますよね。10代だろうなって。シノッコだからな。ちょっと相手が悪いんじゃないかな。あ、ガンダム、ガンダム。やった。活躍してますね。でも物資がない。こうしてコクピットに包まれているんです。安心できる。不思議な子だよね。そう、なんかもう強化されすぎて
強化されすぎだけど、なんかこう安定してるのが見えるよね。安定して操られてるっていう、そんな感じですかね。はいはい、これなんだろう。手負いのリックディアスとジム通貨。じゃあまずこれを索敵して、ディッシュこっちに送って、索敵。まだこれ元気なんだな。じゃあこうしよう、ロザミアをここにどんどん配置していきます。よし、これでいけるでしょう。で、シロッコたちはここに向かわせたいところですけど、まあ、物資も回復させたので、うん、これがいいな。で、ここに送っておこう。ここ待機でいいかな。この私を落とそうというのか。面白い。戦闘モードのアザミア。やっぱ強化されてるってことで性格のがなんかこうコロコロ変わるのが面白い。さすがロザミア。勝ったよ、お兄ちゃん。ほらほら、性格が違うんですよね。芸が細かいよな、このゲーム。ネズミがちょろちょろと。仕留めてやる。こう強化人間の異常性みたいなものをちゃんとこう表現してるってのはすごいよね。安定の矢座。いい子だ。生きていたらまた会おうぜ。よーし。このターンで制圧できそうですね。これね。ではロザミアと、シドレに経験値稼がせたいかな。だからこうだな。隊列はもちろん白っ子前で、であとは間接攻撃を全員の力でこう勝利をもぎ取るんだ。頑張ってくれ。いや、頑張る要素もうないかも。頑張る要素もうないかもな。はい、敵の動きも早い。やれるか。いけるでしょ、これは。さすがに。しかしよく喋るな、シドレ。原作でもこう全然印象にないですけどね。原作の印象ないよね、シドレね。そんな直線的な動きではやられて当然だ。やられて当然だ。報告します。我が軍は敵特別エリアの制圧に成功しました。まあ問題なかったね。てか、あの増援が来なかったな。あれどういうつもりだろう。エウーゴの戦力低下によりオデッサ基地、ベルファスト基地への進攻が可能です。ヨーロッパ攻略作戦を提案します。開発部より新兵器の開発が終了したと報告がありました。開発部の報告をご覧になりますか。見ましょう。はい、高機動可変モビルスーツの開発、ギャプランというモビルスーツ、あと、ハイザック改良型。これはマラサイというモビルスーツですね。これはね、まあ、両方とも、そこまで、
重要なユニットではない。開発部より新兵器の開発プランが提案されました。開発部の提案をご覧になりますか？見ましょう。来たね。100式砲撃用武装追加、MSN100、用の追加武装として強力なメガバズガランチャーを開発する、戦艦級の大出力メガ粒子砲と同等以上の火力の実現を図る。よーし、28部隊戦闘を再開します。まあ、こんだけ戦力送っているのであれば、でメタスも引きつけているし、ちょっと倒していきますか。これはこれがジム2で、これがアクアジム。うん、こういう風に移動して、あ、少しずつ倒していこう。でこっちにも戦力あるので、これは北京にいた部隊ですね。メッサーラがいるからあんまり突出して移動しない方がいいね。メッサーラはこうなんか移動がこう鈍重って言えばいいのかな、移動力が少なめなので、まあその分低い技術レベルで作れてかなり強力なんですけどね。まあもう散々この動画で見てきたから、もう強力なのは皆さんご存知だと思いますけど、よし倒していくぞ。まあこれはアクアジムだからな。ちょっと集中狙いされてますけども、まあいいか、まあ少しくらいまあいいでしょう。これちょっと見ようか。まあ多少減らされても、1部隊ぐらいか、減らされても、うん、まあいいでしょう。それでメタスが引き上げてくるか。メタス来るね。メタスはさすがに強いからな。だからうん、退却しよう。退却して、だけどもジム2倒しちゃおうかな。来なくて、まあ少しずつやっていきます。エッサーラ隣接させて攻撃していいかな。じゃハイファンの経験値も稼がしたいよな。ちょサラを支援します。ミノスキー粒子散布で、こんな感じにして、あとおとりのとりあえずを前に出す。よし、戦争は人をよりよく生かすための必要悪です。そのために戦うのです。これお気に入りの思いつきなんだな、きっとな。よしぞー、出てこなければ死なずに済んだのに。そうだよ。
つまみろ。逃がすわけにはいかない、落ちろ。安定のマウアちゃんでしょこれは。でもフォアブースターだからな、見なくていいでしょ。個人的な感情で動いていては戦いには勝てない、覚えておけ。個人的なフォアブースターだったのかな、個人ジェットかな。よしいいぞ。でこの配属カスタムはちょっと合流させたいね、北京から来た舞台と。あ、メタスこっちに来たか。よしよし、好都合好都合。このメタスが厄介だからな。どんなもんだ。あ、ケツ、ケツ出た、ケツ。ちょっとこれはセリフ楽しみじゃない。ディッシュを、ディッシュやられないだろうな。でもな、まあいいか、ここに送って索敵。よしよしいいぞ。ケツ小林、こうにして、あと残りはこうリックディアスがいて、でこれがなんだ、これ陸戦型ジムかなんかかな、デザートジムかなんか、そんな感じのやつですね。あとこれだな。合流した方がいいかな。合流して、なるべく減らされたくないからね。河川だと？敵襲か？敵襲か。もう使わないことにした。あ、3番目にすればよかったな、早く。でも大丈夫だった。やはり貴様では荷が重かったようだな。そうだ、多分ね。無人だからね。やめてくれ、サラ。会いたいんだ。会って話がしたいんだよ。そんな、たとえそう思っていても、それを言うのは男じゃないわ。だからあなたのこと、全部好きになれないの。サラ。イベント見たぞ、確かに見たぞ。よし、こいつさんやってしまえば。アプテマス様、やりました。かわいすぎる。そうだよ、まあ、シロコのものだから、サラは。シロコのものですから。シロコとはどこまで行ったのかな、キスぐらいしたのかな。これもうボコボコだよ確かね。これ倒しようか、ハイファンで。よし、なんでこんなところに敵がいるんだ。なんでこんなとこにいるんだろうね、こんなとこに14部隊もね。よしいいぞ。やはり貴様では荷が重かったようだな。整備士だからね。戦争は人をよりよく生かすための必要悪です、そのために戦うのです。これ絶対お気に入りなんだな、お気に入りの考えなんだな。出てこなければ死なずに済んだのに。これなんかサラとハイファンのいい経験値稼ぎになってますね。これはうん、反撃しよう。これもあ、マウガーでも反撃でもいいから大丈夫か。木星帰りの力見せてやるぞ。木星帰りの力見よう、ハイファンの活躍見よう。これが木星帰りの力だ。面白いな、このセリフが面白いな。やべ、逃がすわけにはいかない、落ちろ。潜水艦やばい。個人的な感情で動いていては戦いには勝てない、覚えておけ。
個人ジェット倒しました。で、ここにもいるからな。で、これ最後の一部隊。これいけるかな。まあ多分旧型だと思うけど、このターンでいけたりして。あ、いけた。よかった。うまくいきました。敵部隊の殲滅に成功しました。我が軍の勝利です。うまくいった。さあ、6部隊か。敵エリアに侵入しました。攻略戦を開始します。まあ、ジムカスタムとジム2と、あとなんだこれ、なんか他にもいますけどね。まあこの間みたいな感じで、まあ戦力減らしてやっていきます。あ、100式だ。これちょっと待った、やばいかも、アルビオンやばいかも。あ、違う、これ100式回だ。新型だ、エウゴの。そうか、もうそんな、そんなレベルなんだな。こいつはね、頭とんがってますけどね。なんかこう、突き出てるなと思ったら、ここでね。こいつだったのか。こいつはね、あのね、限界が高めの指揮官機ですよね。100式、をなんかちょっとマイルドにした感じって言えばいいのかな。火力上がってます。戦闘を中断します。5部隊倒した。報告します。キリマンジャロ基地にエウーゴの大部隊が出現しました。至急迎撃態勢を整えてください。来たね。報告します。村雨研究所の強化人間フォー村雨の実戦投入が可能です。精神改造によってニュータイプ同様の高い戦闘能力を有し、実戦での高い戦果が期待できます。なお強化人間用の巨大可変モビルスーツの開発も完了しています。詳細は開発部でご確認ください。いろいろ来たな。報告します。木星船団より我が軍に対し資源が提供されました。おー、ありがとう。はい、ついに来たね。準備は万端っていうか、まあいつもの感じで、とりあえずまあいっぱいいるからまあ大丈夫かなっていう。はい、でさっきのこれですね、ニュータイプ用巨大モビルスーツの開発。村雨研究所から提案された巨大カフェモビルスーツの開発を行う。 RX78 をベースに MSN02 の設計を取り入れることで高性能の獲得を図る。これは6単語か売却投資するかどうか、まあしなくてもいいかなという気はしてるんですけども、うん、まあいいか。これは強いですからね。あと、情報を見る人物。フォー村雨。そうそう。この子重要ですからね。これすごく強い。これ射撃15、反応15ってことで、もうすでにエース級の能力あるんですけども、もうすでに射撃反応に4ポイントずつ、ボーナスが入ってます。しかもさらに強くなる。すごく強い。ただし耐久が低いですけどね。あ、これは100式に乗せたいなと思ってるんですけど、あのロザミアはギャプラに乗せようかな、しばらく。ちょっと待って、100式どこかな。100式、まあ今、移動してるからね。これか、本を配属しておこう。これは使いこなしてくれると思います。と、あとここですね。
さーて、防衛戦やってきますかね。来ました、13部隊。大したことないな。敵部隊が侵入してきました。防衛戦を開始します。万全の準備を整えてますけども、我々はこれはネモとジム2とガルダか。まあ大したことないね。やる気あるのかって感じだな。今回も歩ってくる感じですかね。なんか攻めてくるか。あ、でも乗ってるか。やっぱり攻めてくるか。うん。ではこの辺に壁を築いて、ジャミトフはちょっと迎えに行かせないと。あ、次のターンで全部配置できるか。ちょっと攻撃させます。攻撃っていうかアイザックで索敵します。カメラガンというものが装備されていて、まあ、どうなるかっていうと、まあちょっと見てもらうのが早いかな。これこれ、 何も射出されてないけど、これで索敵できます。あ、よかった、攻めてきてくれましたわ。ジム2よりもガルダこいつをうまく集中狙いできるか。でアイザックを戦艦落とせればこいつら耐久半分になるからかなり楽になるな。いけるかな。一部隊こうやって反撃誘ってみるか。そこまでする必要があるのかっていうのもあるけど、あ、ジム2に隣接されるか。ちょっと待って、それは嫌だな、それは嫌だな。どうする。まあいいか。いやーでもまあいいか。優柔不断すぎる。まあ仮にジム2にこう反撃食らわされてもですね、まあガルダを落っことせれば中乗ってるやつの耐久を減らせるから、まあこんな感じしておきますかね。よし、いけるかなこれな。ここも心配だな。ジム2が野放しだし、悪手な可能性も。いけるかな。やったー、ざまみろ。あいつら耐久半分ですから。もうジム2がガンキャノン、ジムキャノンに攻撃仕掛けてくるかな。あ、仕掛けてこない。これはいい。お呼び越しのジム2だな、あれ。お呼び越しのジム2。ネモの耐久半分ですよ。見てください、これ。右の方。これはうまかったね。この防衛戦楽勝すぎる。本当にこう、落とす気あるんですかって感じ。よし、じゃあ配置していきましょう。
こんな感じにしておくか。見よう見よう。どんな過酷な任務でも遂行してみせる。だいぶ過酷じゃないと思うこれ。これピクニックみたいなもんだな。もうすでにこうボコボコだからね。よし、奴らに俺の力を見せてやるぜ。見てくれるかな。もうすでにこう逃げ越したよこちら。もう逃げる気満々だと思うよ。ボコボコ。近づくやつはみんな灰にしてやる。いや近づくこともできまいこれでは。せっかくこうジェルドが気合い入れてくれたのに。ホワイトディンゴの意地を見せてやる。行くぞ。かっこいいなやっぱりな。この人物は元気ですね。やはりジム2だからな。もうこれもあともどうだろう。これ5ターン目か。まあ次のターンでまあ余裕で殲滅できますね。じゃああとこの辺のボコボコにしていきます。よし、まあ全滅まだいかなくても。こちらはファング2、目標を確認、攻撃を開始する。どれどれ、これは相当いけるでしょう。見つけたぞ、地獄へ落ちろ。地獄へ落ちろ。これもかなり減らせるんじゃないか。あ、そんな減ってない。こちらファング3、守りきれそうにない、なんとかしてくれ。弱気すぎる。マイク弱気すぎる。守れる守れる。よし、じゃあ根もぶっ飛ばしたぞ。これは全滅までいける？あ、もうちょっとだな。あと5部隊。もう次の攻撃で全然大丈夫ですね。戦闘を中断します。キルマンジャロ余裕でした。開発部より新兵器の開発プランが提案されました。開発部の提案をご覧になりますか。なんだろう。おん、来ましたね。これですよ。飛行型モビルスーツの試作。大気圏内での飛行能力を実現した新型モビルスーツを開発する。大出力エンジンと機体の軽量化により空中における戦闘能力の獲得を目指す。これです。これ欲しかった。やったね。はい、じゃあ、今回はこのくらいで終わりにしようかと思います。ご視聴ありがとうございました。